ぶっちゃけさ俺のあの料理なんてさ適当料理だからあの <laughs> すげえみんなからクレーム来るもんお願いします料理動画なんだからあのせめてあの水何ミリとか何ミリリットルとかあの大さじいくつとかあのお願いしますっつってさなんで最近 YouTube とかで面白いなんかあの火がついちゃったやってて面白いと思ってなんだけど俺毎回そうだもんまあまあ2週ぐらいだろうとかさまああの塩パパッ パまたさらにパぐらいみたいなさうん、そうなんだけどあのー、まあ言ったらねあの季節とかにもよるけど、あのー、おかずとかさ料理っていうのは適当でも別にいいと思うんです味見しながら作ればいいからだけどやっぱお菓子とかねプリンは味見しながら作れないからさあれは科学だよなって思うほんと。本当 そもそもなんで僕料理が、あのー、興味持ったかっていうと鋼の錬金図紙を見てからなんですよね。鋼,鋼を見ていいな人体錬成いいなーって水なんちゃな何リットル、あのー、リン鉄亜鉛何パーセントとかさ書,い書いてあるじゃないですかあれ見てる時に「あいいな俺もやりたい」っつってさみんなも一回ぐらいやったことあるでしょこうやって、うん、多分あると思うんだけど。そうであのー それでやっっぱ興味持ったのが料理だったんんすよねなんか料理って錬金じゃねっていや何言って言うた例えば10日、あのー、交換じゃないですか錬金術ってでやっぱりその,そのじゃがいも人参あのー、豚肉カレールーがあってこれで、あのー、やっぱカレーライスができるわけじゃないですかあれこれって俺あれエリック兄弟と同じことやってねっていうモチベーションになったんですよね。そういやだかから右上っっったのかってやちゃうそう <laughs> <laughs> うん、殺そうかなこいつらあのまあほにねあのー、そんぐらいですねあのちょっとこう自分にとってモチベになったんですよね本当うんそうなんかさあのそういうのないなんか多分さこれを聞いて多分あの別に分かってほしいっていう思いはないんですけどなんかこう人によってのモチベーションの持って方って多分いろいろだと思うんですよ、うん、なんか俺エルリックになれてるみたいなさえ俺なんか このあのー、素材からシチュー錬成できたわってさそうっていうのがあってあのー、ねそうなんでここさっきからしつけなこいつな、うん、あのー、教えねえよおめえには、うん、お目に教えねえよなんで入れてるかは悩め、うん、100回説明してるのに。 あれはちょっとね、あのー、びっくりしましたね。うん、あれは、本当錬金から料理が好きなのが分かるんだけど、そっから大雑把料理にはならんだろう。まあ、そんな性格なんでしょうね、きっとね。うん、当時もそうだったんですよ、うん。初めてできたカレーは真っ黒焦げだったんだよね。うん、俺がタバコ、高校で吸っちゃってで、それで定格食らってる時に、お母さんに、 あんたにお金を渡すけどあんたの世話はしないよってなってあんたがもう朝昼晩自分でご飯作りなさいってなった時に一番最初にじゃあカレー作るかってなった時にさ、うん、で一旦それでフェーズ終わったんですよね俺の中でのその料理の経験ってで上京した時に初めはカップラーメンばっかくしてたあドンベ特にカップヌードルのビッグとドンベもうそれしか食ってなかった 30日あったらそればっかでお米は一応炊いてどんべ衛の中にご飯入れたりとか俺今じゃできないあんなあんなこと俺どんべ衛にご飯入れてたんすようんそうであのカレーのカップヌードルのさあのさ玉ねぎみたいなのがあんじゃん刻んであるでそれが下に残ってるとこにご飯ぶち込んで混ぜてチャチャうまいよ正直うまいんだけど もったいねえうまいんだけどもったいねえちょいちょいあの今ちょうど食ってるあのいいと思うあのいいんだけどさなんかそのやっぱりね中きらみたいなことを言うけどやっぱねあの飯食うために思うんだよ俺あと何回食えんだろうって32ぐらいから思い出したんだよねあと何回食えるんだろうなってうん魔人の酒場でさあの 俺が行ったところ結構行ってくれてるらしくてなんかすごいあのメールいただいたりとか実際あった視聴者から話を聞いたりしたところを見るとなんかすごくえと思ったんだけど「魔人の酒場」とは言ってるもののなんか知んないけどプリン超人気っすあのカツオスタンドのカツオスタンドのプリンがめちゃくちゃあの今もう来た人みんな食べてるらしくてうん。 でも本当に美味しかったんだよあれ、うん、あのプリンあれ一番うまそうだったあれでもちょっとねもうなん,かなんか魔人の甘味どころでいいんじゃないかなと思うぐらいあれマジで美味しかった、うん、プリンがいっぱい出てるって聞いて、うん、そう居酒屋で出るレベルのプリンじゃないんだよどういう味なのもちろんあのプリンっていうとさプッチンプリンとかさ 感じるじるゃないですかあとはなん,なんか焼きプリンみたいなさ感じとはもう別物であれなんて言ったらいいんですかねあのもうバターのようなもうスプーンをあのこうやって入れた瞬間に脳みそが錯覚すんだよえお前プリンのはずだよな本当はぬロんってさそうチャームしとかもそうじゃんスッって入るじゃんじゃないんだよズブ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 えお前プリンなのにズブなんてツープリンってチャポンじゃんもう チャポンってスプーンが入ると思うんだけどズブ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 ってなんか「これはちょっととんでもないっすね」つってうんそうぐらいなんだろう密度濃い、うん、感じっすねうんで上に乗ってるあれ多分ホイップだと思うんだよな生,生なのかなわかんないけどまあ、ちょっとクリームがあってさこうやって。 巻いててクリームが巻いてて最高だよあの,生あのホイップクリーム生クリームどっちでもいいんだけどでもね俺最近さあれなんですよね皆さん分かりますあのさあのまあいろいろあるよあのホイップクリームってあのアメリカの州によるなんだけど規制してると思うんですがホイップクリームうまくねあのなんか生クリームもさじゃあ,あるじゃないですかあのこうロールケーキとか特に。 生クリームなんんちゃらささしよよううつってさうめえよ、うん、たださホイップクリーム体に悪いって言われてるんだけどあれうめえわあれ、うん、あれあれうますぎだねれんとうんとんでもなくうまいホイップクリームって生クリームを泡立てたやつじゃないです違う違ううん使っまあ、まあ、い,わいわゆるあれだよまあ言ったら動物油か植物油かって感じだな うん、そうあれうまいよね俺ねちょっと体に悪いって言われながらもいわゆるなんかオメガなんちゃらさんとかさオメガ脂肪酸あなん,かなんかデルタなんちゃらかんちゃらとかいろいろあったりとかして体に悪いっていうのは習,習いましたがうんあーごめんなさいあれかトランス脂肪酸かあの失礼失礼失礼、うん、うめえわあれ再現したいもんそう マジンの食卓もさ5本ぐらい取ってんのもうであのー、ねゃプリンやりたくて1回やったんだけど全然できなくてさあれ1回作ったんだけど、うん、全然取れない、うん、全然取れないじゃないあの全然あれ,あれならないデザートは。